はレモンチャンネルのレモンです。今回は新型 CLA シューティングブレイクをご購入された方、もしくはこれからご検討されている方向けに基本的な操作方法をご紹介したいと思います。特に初めてメルセデスをご利用される方はぜひ見ていってくださると嬉しいです。以前紹介した C クラスと内容が被ってしまう箇所があるかもだけど、様々なデザインが変更されていることもあって、改めて詳しく紹介したいと思います。動画で使っているこの CLA は、前期モデル 200D シューティングブレイクというディーゼルエンジンが搭載されているモデルとなっていて、この4つのオプションが装備されている車両になります。オプションによっては使える機能が変わってしまうので、前回と同じように分かりやすくパッケージ名を表示しながら説明したいと思います。ではまずスマートキーになります。スマートキーは C クラスと同じデザインのものが採用されていました。上からロック、ロックの解除、トランクの開閉となっていて、リモコンの裏には四角いボタンがあるので、ここを押すと物理キーを取り出せるようになっています。電池交換するときは四角いボタンを押しながら黒いカバーを上にスライドすると簡単に開けられて、ここの箇所を引っ張ると手軽に電池交換ができるようになっています。キーホルダーを使わない方は、ボタンを押しながらここを押し込むと、このように収納することができて、もう一度押すとこんな感じに元へ戻せますので、お好みに合わせてご利用してみてください。ロックを素早く2回押すと、このように点滅して、スマートキーが省電力モードに切り替わります。この状態では電波が完全に遮断されますので、たとえドアハンドルに手をかざしても全く反応しなくなります。もう一度何かボタンを押すとオンに切り替わりますので、通常通りキーレス GO が使えるようになります。この機能は悪質なリレーアタックの対策にご利用いただければと思います。新型のメルセデスではロックの解除ボタンを長押しすると全ての窓が開くようにプログラムされています。同様にロックを長押しするとスライディングルーフも含め全ての窓が閉じられます。ちなみにボタンから手を離すと窓の動きが止まりますので、窓を閉める際は必ず目視確認することをお勧めします。トランクは素早く2回押すと開けたり閉じたりすることができて、スマートキーを持っている状態であればメルセデスのエンブレムを押すか、もしくは足をかざすと同様にトランクの開閉ができます。シューティングブレイクで注意が必要なのは、セダンよりも高くトランクが開きますので、場所によっては天井にぶつかってしまう可能性があります。なので個人的には高さ調整することをお勧めします。高さの調整はリモコンでトランクを開けて好みの高さでストップさせます。その後開閉ボタンを長押しすると現在の位置が記録されて、次回からはこのように設定した高さで止まるようになります。設定をリセットするには、開閉ボタンをもう一度長押しするとリセットされますので、また従来の高さで開くようになります。もしものことがあると悲しいので、これはぜひご自身の車両で設定してみてください。トランクにあるセキュリティシェードですが、引っ張ると閉められて、軽く押すと開けられます。大きい荷物を乗せるときに、このようにセキュリティシェードを簡単に外すことができて、シートのここにあるレバーを引くと様々なシートアレンジをご利用いただけます。乗車する際はドアハンドルに触れるとロックが解除されて、ここの凹み箇所に触れるとドアがロックされます。もしリモコンの電池が切れてしまった時は、この物理キーを使ってドアを開ける必要があります。以前紹介した C クラスと同じように、運転席側のドアハンドルの下に物理キーを差し込む箇所があるので、キーを差し込むとこのようにカバーが外れて物理キーでドアを開けられます。リモコンを認識するセンサーはドリンクホルダーの右側に埋め込まれていて、電池が切れたスマートキーを置くと通常通りスタートボタンでエンジンがかかるようになります。スマートキーの電池残量が少なくなるとディスプレイにメッセージが出力されますので、メッセージを確認したらなるべく早く電池交換することをお勧めします。メルセデスではステアリングの右側にシフトレバーがあって、左はウィンカーレバーになっています。シフトレバーは先代モデルと同じように、下からドライブ、
ニュートラル、リバースの順に選択することができて、シフトレバーの先端にあるスイッチを押すとパーキングポジションに切り替わります。電動パーキングブレーキはライトスイッチの横に変更されて、押すとパーキングブレーキが作動して引くと解除されます。エンジンを切ると自動でパーキングブレーキがかかりますので、うっかり忘れてしまうことはなくなるかと思います。足元のペダルは特に変わった操作はなくて国産車と同じになりますが、停車している時にブレーキペダルを強く踏むとホールド機能が使えますので、ブレーキから足を離しても車体が止まるようになります。これはかなり便利ですので、ぜひ使ってみてください。シフトレバーのバックを選択すると、このように上から見渡せる360度カメラがナビに表示されます。タッチパネルもしくはタッチパッドを操作するとカメラのアングルを切り替えることができて、夜間でも周りをしっかり認識できるくらい鮮明な映像が映ります。フロントカメラはエンブレムの上にあるのでお手入れが簡単にできるけど、バックカメラは雨の日に水滴がつかないように格納式になっています。もしカメラが汚れてしまった場合は、ホーム、設定、アシスト、カメラ、カメラのカバーを開けるを選択すると、このようにカバーが開きますので、リアカメラのお手入れをする際にご利用してみてください。続いてウィンカーレバーの説明です。レバーを引くとパッシング、押し込むとオートマチックハイビームが作動してマルチビーム LED が使えるようになります。レバーにあるつまみを回すとワイパーの速さを4段階調整できるようになっています。ここにあるスイッチを軽く押すとワイパーが1回のみ作動して、強く押すと押し合い機が使えます。国産車からメルセデスへお乗り換えする際によくあるのが、ウィンカーを誤って右のシフトレバーを操作してしまうシーンがあるかと思います。もし運転中にシフトレバーを操作してもニュートラルにシフトされるだけなので、慌てずにシフトレバーを下げるとドライブモードへ戻せますので、ご安心いただければと思います。CLA のライトスイッチは新しいデザインに変更されて、先代モデルと同じように全てここに集約されています。ダイヤルは5段階調整できるようになっていて、基本的には常時オートに合わせれば OK です。もし昼間に視界が悪い時は右に回せば手動で点灯させることができて、隣にあるスイッチはフォグランプの点灯とバックライトの明るさを調整できます。左側に回すと前後のポジションライトのみ点灯するようになって、さらに回すとパーキングライトに切り替えられます。パーキングライトはこのように左右を切り替えることができて、後続車や対向車に停車していることを知らせる機能になります。エアコンの操作スイッチはデザインが新しく変更されているけど、操作方法は今までと同じになります。コントロール画面を表示するにはメニューを押すか、もしくは画面にある温度をタップすると画面が切り替わりますので、ディスプレイでも様々な設定ができます。私がよく使うのは、メルセデスでは内気循環のスイッチを長押しすると自動で全ての窓が閉まるようになっています。これはドライブをしている時に排気ガスの匂いを感じたり、トンネルに入る時にすごく便利です。トンネルを通り過ぎてからもう一度長押しすると窓をあらかじめ開いていた位置まで戻してくれます。この機能はよく使うと思いますので、ぜひご利用してみてください。では最後にワイパーの起こし方についてですが、以前紹介した C クラスと同じように、通常の状態ですとこんな感じに立たせることができなくって、洗車するときにあれって思う方がいらっしゃると思います。ワイパーを起こす手順は、ブレーキペダルから足を離してスタートスイッチをこのように3回押します。そしてウィンカーレバーにあるスイッチを3秒間長押しすると、こんなイメージでワイパーを起こせるようになります。ワイパーを戻すときはウィンカーレバーにあるスイッチを1回押すと元の位置に戻してくれます。この動作に関しては他のクラスでも同じ手順でワイパーを起こせますので、洗車される際にぜひ試してみてください。以上が CLA シューティングブレークの基本的な操作手順でした。
新型メルセデスに装備されている MBUX の操作手順はまた別の動画で紹介してみようと思いますので、ご興味のある方はまたチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、レモンチャンネルでした。バイバイ。